文芸協会は、坪内商用、島村宝月を中心に結成された文化団体で、進撃運動の母体となった。活動内容から、前期、後期に分けられている。早稲田大学講師の島村宝月は、1902年から1905年に、かけて、欧州に留学した。その、宝月の発案によって、1906年文芸協会が、結成された。 大隈重信を回答とし、坪内は古文的な立場で復刊した早稲田文学を機関誌にした。当初は文学、美術、演劇などの革新を目指すとしていたが、実際には演劇が中心になった。結成の1906年、歌舞伎座でキリヒト派、翌年本郷座でハムレットなどを支援した。しかし、実態は、 素人の演芸会の息を出なかったようで、400円ほどの負債を残して、活動を停止した。文芸協会演劇研究所に帰省、林千歳方月らと商用が相談した結果、演劇を中心に再出発することになった。1909年、商用の自邸内に、協会付属の演劇研究所を設置し、研究生を養成した。翌1910年、 商用を会長とする演劇団体に改組した。1911年5月、演劇研究所の一期卒業生らが帝国劇場でハムレットを演じ、オフィーリア役を演じた松井スマコが評判となった。同年11月、松井はイプセンの儀曲、人形の家の野良役などで大当たりを取った。人形の家は、政党と共に新しい女の象徴となった。 第5回公演を終えた頃、妻子ある宝月と松井スマ子の恋愛スキャンダルが発覚し、教会内が分裂の危機を迎えた。結局、宝月は辞任し、松井は対処処分となった。やがて、宝月は松井と共に芸術座を結成した。1913年のジュリアス・シーザーを最後に文芸協会は解散した。商用が、 演劇研究所の土地建物を処分して、負債を整理した。文芸協会は、幼いカオルや二代目、市川サダンジの自由劇場と共に、進撃運動の先駆的な役割を果たした。しかし幼いによると、同じ進撃運動といっても、文芸協会が、素人を役者にすることを目指したのに対し、自由劇場は、 役者を素人にすることを目指しており、その演劇理論には大きな違いがあったという。演劇研究所の出身者にはこの他にも、新国劇を創設した、沢田昭二郎らが名を連ねている。また、中国現代演劇の講師と位置づけられている春柳社の中心人物となった、李宿道や陸橋和歌も、文芸協会の出身である。川竹重俊氏。 柳田泉、坪内商用。道著は、坪内が資材を提供した時期以降を後期として、区分すべきとしている。この構想は島村が、坪内の了承を得る前に公表してしまったものだったが、坪内は、実現困難と考えていた。大熊を回答に迎えていたこともあり、坪内は、対応に苦慮した。前景、坪内商用。ありがとうございます。